久世隆ロは、日本の政治家、愛知県半田市長、元半田市議会議員、愛知県名古屋市畜作出身。1997年3月、名古屋大学工学部分子工学科卒業。同大学大学院に進む。大学院の時には1年休学。半年間はアルバイトをし、その後半年間はアメリカに滞在した。2000年3月、 名古屋大学大学院工学研究科分子科学、工学専攻修了。同年4月、東海理科に就職。2007年、東海理科を退職。同年4月に行われた半田市議会議員選挙に立候補し初当選。2017年に議長就任。2019年、4期目の当選。市議時代は自由民主党に所属した。 2020年12月11日、人気満了に伴う半田市長選挙に立候補する意向を表明。2021年の半田市長選挙は、元自民党県議の堀崎樹一元市議の山本博信、癖の3人による選挙戦となった。自民党、公明党は堀崎に推薦を出し、連合愛知は癖に推薦を出した。自民党県市議の間では、 指示が2分された。維新形議は、堀崎を支援し、旧民進党形議は、癖を支援するなど、事実上保守分裂選挙となった。現職市長の坂木原住夫は、癖を指示した。堀崎は1万円の購入で2万円分使える、プレミアム商品券の発行を訴え、山本は市内事業所への現金給付を公約に掲げた。これらに対し癖は、 国示日の5月31日、出陣式で市民全員へ2万円分の商品券、地域振興券の支給を公約として発表した。堀崎は、全市民5万円支給を掲げた元衆議院議員の中根康弘が当選した2020年秋の岡崎市長選挙を引き合いに明らかにばらまき、公費での買収だと批判するも、久世は、 購入型では本当に困っている人が費用を捻出できないと逆に掘り案を批判した。市長選は6月6日に投開票が行われ、クゼが初当選を果たした。6月24日、市長就任。当日有権者数95,379人、最終投票率45.20%。ありがとうございます。